魔獣？うん、見たことのない種類だが。飛び猫だな。気を引き締めていこう。さてと、だ！
ゃん、かかってこい。僕の番だね。風の赴くままに。行くぞ行くぞ。本当に地下道って感じだよね。方向感覚がなくなってきたかも。まあ気をつけて進まないとな。みんな気をつけてね。負けられない。
と。俺の番だ。火は我にある。はあ、エリオット大丈夫か？怪我はなさそうだが。うん、緊張しっぱなしで気が抜けちゃったみたいで。二人ともすごいな、全然平気みたいだし。まあ慣れの違いだろう。どうする？手を。ううん、大丈夫。ちょっとよろけただけだから。よいしょっと。おい、エリオット！しまった。よかった、間に合ったみたいだな。確かマキアスと言ったか。ああ、そのさっきは身勝手な行動をしたと思ってね。いくら相手が傲慢な貴族とはいえ、冷静さを失うべきじゃなかった。すまない、謝らせてほしい。いや、気にすることはないさ。うんうん、あんな状況だったしね。危ないところを助けてくれてありがとう。いや、引き返したところに偶然行き合わせてよかった。君たちは3人だけみたいだな。ああ、他のメンバーはもっと先行していると思う。最初の場所に戻ったとしても誰もいないだろう。そうか、そのもしよかったら僕も同行して構わないか？見ての通り銃が使えるからそれなりに役に立つはずだ。
喜んで。リーン・シュバルツァーだ。エリオット・クレイグだよ。ガイウス・ウォーゼル、よろしく頼む。マキアス・レーグニッツだ。改めてよろしく。そういえば身分を聞いても構わないか？その含むところがあるわけじゃないんだが、相手が貴族かどうかは念のため知っておきたくてね。うちは平民出身だけど。同じく。そもそも故郷に身分の違いは存在しないからな。なるほど、留学生なのか。それで君の方は？ああ、少なくとも高貴な血は流れていない。そういう意味ではみんなと同じと言えるかな。そうか、安心したよ。見たところ女子もいないし、先を急いだ方が良さそうだ。万が一危険に陥っていたら僕たちがフォローしないとな。ああ、そうだな。では出発するか。どうして学院の敷地にこんな場所があるんだ？そうだよね、落とし穴まで用意してるし。終了、先に進もう。うん、やっ
風の赴くままに。よし、掴んだ。うん、掴めた。やったか。戦闘開始。頑張らないと僕の番だね。はあ。任せてくれ。アークス、駆動。俺の番だな。はあ。それ。任せてくれ。そこだ。それ。いや。任せてくれ。やっ、僕の番だね。だはっ。みんな怪我はない？油断するな。全力で行くぞ。俺の番だな。そこだ。任せてくれ。アークス、駆動。俺の番だ。僕の番だな。逃さん。うん、えい。行くぞ。そこだ。天地人、火は我にある。たちは あ、よかった、無事だったんだね。皆さんもご無事で何よりです。ふむ、そちらの彼も少しは頭が冷えたようだな。おかげさまでね。遅ればせながら名乗らせてもらおう。ラウラ・エス・アルゼイド、レグラムの出身だ。以後よろしく頼む。レグラム？帝国の南東の外れにある場所だったっけ。うん、湖のほとりにある古めかしい町だ。列車も一応通っているが、辺境といっても過言ではないな。アルゼイド、そうか、思い出したぞ。確かレグラムを治めている使者。ああ、私の父がその使者家の当主だが、何か問題でもあるのか。いや、うん、マキアスとやら、そなたの考え方はともかく、これまで女神に恥じるような生き方をしてきたつもりはないぞ。私も、多分私の父もな。いや、すまない、大義があるわけじゃないんだ。そちらの君は？
エマです。エマ・ミルスティン。私も辺境出身で奨学金頼りで入学しました。よろしくお願いしますね。奨学金、そういえば教官が首席入学者と言ってたな。まさか首席が女の子だったとは。うん、随分優秀なんだな。そのたまたまですよ。必修の武術にも縁がなくて、こんなものを勧められたんですけど。魔道場、君もそうなんだ。でも僕の持っているのと形が違うみたいだけど。そうですね、どういうことなんでしょう。ん、どうした。そなたも自己紹介くらいした方がいいのではないか。そうね。アリサ・アール、ルーレ市からやってきたわ。よろしくしたくない人もいるけど、まあそれ以外はよろしく。あ、アリサさん。ルーレってあのルーレだよね。大陸最大の重工業メーカーラインフォルトの本社のある町か。ええ、まあ。そういえばあのトランクの中身はその弓だったんだな。面白い作りをしているけど、動力式なのか。その通りだけど、あなたと何の関係が。そういえばこれからどうしようか。せっかく合流したんだし、このまま一緒に行動する。そうだな。そちらは女子だけだし、安全のためにも。いや、心配は無用だ。それは剣には少々自信がある。残りの二人を見つけるためにも二手に分かれた方がいいだろう。そうですね。あの銀髪の女の子もまだ見つかっていませんし。そういうことなら別行動で構わないだろう。お互い出口を目指しつつ、残りの二人も探していく。それで構わないか。うん、依存。アリサ、エマ。そうね。また後で。それでは失礼します。そのご愁傷様だったね。不可抗力だったというのはこの際関係ないんだろうな。まあそれはともかく、やっぱり女子だけなのは心配だな。誰か一人くらいは向こうについて行った方がいいかもしれない。しかしあのラウラという娘、見たところ尋常じゃない腕を持っていそうだったが。まあとんでもない剣を持っていたのは確かだな。それでも女子の力だろ。身長は僕より高かったけど、あんな剣まともに触れるのかな。いや、多分余裕だろう。ネグラムのアルゼイド流、帝国に伝わる騎士剣術の総本山だ。彼女の父親アルゼイド子爵は武の世界では光の剣匠と呼ばれ、帝国最高の剣士として知られている。おそらく新入生では最強。彼女に勝てる人間はいないはずだ。そうなのか。うん、そんな流派が帝国には存在しているのか。へえ。
詳しいんだね、リン。まあ、一応剣の道に関わっている端くれだからな。そろそろ俺たちも行こう。アルバレア家の子息もそうだが、あの銀髪の子も心配だ。そうだな。あの傲慢な奴は別にどうなっても構わないが。まあまあ。分かれ道か。どちらに行ったものかな。風を感じる。出口は東側のようだ。さあ、かかってこい。参る。うん。えい。俺の番だ。先に進もう。おや、宝箱があるな。立ち止まっていられない。また魔獣が潜んでいるとか。いや、この気配は。鋭いね。あの銀髪の。よかった、無事だったか。と言ってもその様子じゃ心配することもなかったかな。うん、必要。私小柄だし結構すばしっこいから。クラウゼル、P でいいよ。もう半分は超えてるから、その調子でいけばいい。それじゃ。ちょっと待った。一人で大丈夫なの？別に、慣れてるから。先に行くね。
ごい。大した身のこなしだな。確かにあの様子なら心配の必要はなさそうだ。ああ、俺たちも先に行こう。俺たちに加護。行くぞ。僕の番だね。俺の番だ。任せてくれ。俺の番だ。みんな怪我はない？やったぞ。戦闘開始。頑張らないと。行くぞ。アークス駆動。さてと。任せてくれ。そこだ。風の赴くままに。この音は。なあ、剣撃の音だ。おい。待ってよ。これはすごい剣さばき。どうやら助太刀の必要はなさそうだな。あれも帝国の剣術なのか？ああ、貴族に伝わる伝統的な宮廷剣術。それもかなりの腕前だろう。はあ！それで何の用だ？いや、お見事。リーン・シュバルツァ、さっきは名乗る暇もなかったから。どうも、エリオット・クレイグです。ガイウス・ウォーゼルだ。よろしく頼む。ユーシス・アルバレア。一応改めて名乗っておこう。それにしてもなかなか殊勝な心構えだな。な、何がだ？あれだけの単価を切ったくせに連れ立ってくるとは。大方すぐに頭を冷やして首相にも詫びを入れたのだろう。いやはや貴族風情にはとても真似できない素直さだ。何様のつもりだ、その傲岸不遜な態度。君たち貴族はみんな同じじゃないか。特にアルバレア公爵家といえば帝国で一二を争う大貴族。さぞ僕たち平民のことを見下しながら生きてるんだろう。そんなことをお前に言われる筋合いはないな。レーグニッツ帝都知事の息子マキアス・レーグニッツ、
生徒知事。あ、そういえばレーグニッツって、帝都ヘイムダルを管理する初の平民出身の行政長官。それがお前の父親カール・レーグニッツ知事だ。ただの平民というには少しばかり大物すぎるようだな。だったらどうした？父さんが帝都知事だろうと、うちが平民なのは変わりない。君たちのような特権階級と一緒にしないでもらおうか。別に一緒にはしていない。だがレーグニッツ知事といえばかの鉄血宰相の盟友でもある。革新、そして宰相を率いる革新派と四大名門を筆頭とする貴族派はことあるごとに対立している。ならばお前のその露骨なまでの貴族嫌悪の言動、ずいぶん安っぽく分かりやすいと思ってな。このちょっと気持ちは分かるが、ちょっと落ち着いてくれ。そちらも少し言葉が過ぎるぞ。売られた喧嘩だ。もういい、分かったから話してくれ。すまない、少し頭を冷やしてくる。君たちは代わりにそいつと行くといい。あ、今のは言い過ぎだ。親の話題を持ち出すなんてあまり品がいいとは思えないぞ。確かに口が過ぎたようだ。俺もまだまだ修行が足りんな。え、なんだその意外そうな表情は。いや、だって公爵家の若様なんでしょ。なのにそんな首相な…って、すみません、ごめんなさい。無用にかしこまるな。身分の区別はあるとはいえ、士官学院生はあくまで対等。学院の規則にもあっただろうが。そうだけど…じゃなくて、そうですけど。どうやら帝国では身分はかなり重要らしいな。ああ、古い国だからな。ユース、君の方はどうするんだ。マキアスはああ言ってたけど、このまま俺たちと同行するか。
当は一人で行くつもりだったが、ヤツと同じ行動をするのも尺だ。同行させてもらうぞ。どうぞ歓迎させていただきます。やれやれ、ま、行くとするか。まとめて相手をしてやる。大丈夫だ。よし、やったぞ。やったね。やったか。戦闘開始、頑張らないと。俺の番だ。
てと。行くぞ。俺の番だな。終了、先に進もう。止めて相手をしてやる。
せるがいい。俺の番だ。時が押し、行くとしよう。どうやらここが地上に通じる終点らしいな。ああ、日も差し込んでいるし間違いないだろう。とんだ茶番だったな。大帝ゆかりの士官学校と聞いたから、どんな試練が待ち受けているかと思ったが。そうかな、結構むちゃくちゃだと思うけど。でも7組か。そうだな。なんだあれだ。伝承にあるガーゴイルか。帝国というのはこんな化け物が普通にいるのか。少なくとも古い伝承の中だけだ。いずれにせよ、こいつを何とかしない限り地上には戻れない。みんな何とか撃破しよう。了解だ。相手に不足はない。女神様、力を尽くすしかなさそうだな。俺の番だ。マイル、アークス、駆動。いいだろう。
俺の番だな。さあ、生きりやさん、いいだろ。うん、だいいだろう。任せてくれ。そこだ。さてと、アークス駆動。マイル。はあ。やっ。任せてくれ。そこだ。うん、だマイル。アークス駆動。任せてくれ。そこだ。はアークス駆動。行くぞ。はあ。行くぞ。やっ。はっ。俺の番だな。僕の番だね。やっ。いや。任せてくれ。そこだ。任せるがいい。ピンチだね。大丈夫だ。
し、これで。いや、まだだ。力を取り戻したのか。ち、厄介な。ついたか。どうやら無事みたいね。すみません、遅くなりました。いや、助かった。ガーゴイル、暗黒時代の魔道の産物か。どうやら凄まじく硬いようだ。ああ、しかもダメージを与えても再生される。だがこの人数なら正気さえつかめれば。まあ仕方ないか。よし、間に合ったか。お前は動力銃のリミットを解除。くらえ、ブレイクショット。正気だ。ああ、任せるがよい。一安心のようだ。それにしても最後のあれ何だったのかな。そういえば何かに包まれたような。ああ、僕も含めた全員が淡い光に包まれていたな。何だと。うん、気のせいか。皆の動きが手に取るように見えた気がしたが。多分気のせいじゃないと思う。ああ、もしかしたらさっきのような力が。そう、アークスの進化ってわけね。あ、いやー、やっぱり最後は友情とチームワークの勝利よね。お姉さん感動しちゃったわ。これにて入学式の特別オリエンテーリングは全て終了なんだけど。何よ君たち、もっと喜んでもいいんじゃない。喜べるわけないでしょう。正直疑問と不信感しか湧いてこないんですが。あら、単刀直入に問おう。特化クラス7組。身分や出身に関係ないというのは確かに分かりましたけど、なぜ我らが選ばれたのか結局のとこ。うん、そうね、君たちが7組に選ばれたのはいろいろな理由があるんだけど、一番わかりやすい理由はそのアークスにあるわ。この戦術オーブメントにエプスタイン財団とラインフォルト社が共同開発した最新鋭の戦術オーブメント、さまざまなアーツが使えたり通信機能を持っていたりと多
細な機能を秘めているけど、その進化は戦術リンク、先ほど君たちが体験した現象にある。戦術リンク、さっきみんながそれぞれつながっていたような感覚。ええ、例えば戦場においてそれがもたらす恩恵は絶大よ。どんな状況下でもお互いの行動を把握できて最大限に連携できる精鋭部隊、仮にそんな部隊が存在すればあらゆる作戦行動が可能になる。まさに戦場における革命と言ってもいいわね。うん、確かに理想的かも。でも現時点でアークスは個人的な適性に差があってね。新入生の中で君たちは特に高い適性を示したのよ。それが身分や出身に関わらずに君たちが選ばれた理由でもあるわ。なるほど。なんて偶然だ。さて、約束通り文句の方を受け付けてあげる。トールズ士官学院はこのアークスの適合者として君でも、やる気のないものや気の進まないものに参加させるほど予算的な余裕があるわけじゃないわ。それと本来所属するクラスよりもハードなカリキュラムになるはずよ。それを覚悟してもらった上で7組に参加するかどうか改めて聞かせてもらいましょうか。辞退したら本来所属するはずだったクラスに行ってもらうことになるわ。貴族出身なら1組か2組、それ以外なら3から5組になるわね。今だったらまだ初日だし、そのまま溶け込めると思うわよ。リーン・シュバルツァ、参加させてもらいます。リーン、一番乗りは君か。何か事情があるみたいね。いえ、わがままを言って行かせてもらった学院です。自分を高められるのであればどんなクラスでも構いません。うん、なるほど。そういうことならば、もとより修行中の身、こたびのような試練は望むところだ。俺も同じく、異教の地から訪れた以上、やりがいがある道を選びたい。新入生最強の使い手に、のっぽの留学生君も参加と。私も参加させてください。奨学金をいただいている身分ですし、少しでも協力させていただければ。僕も参加します。これも縁だと思うし、みんなとはうまくやっていけそうな気がするから。魔道場のテスト要員も参加と。アークスと同じくまだテスト段階の技術だから、運用レポート期待してるわよ。了解しました。謝っちゃったかな。私も参加します。あら、意外ね。てっきりあなたは反発して辞退するかと思ったんだけど。確かにテスト段階のアークスが使われているのは個人的には気になりますけど、この程度で腹を立てていたらキリがありませんから。それもそっか。これで6名。ピー、あんたはどうするの？別にどっちでも、サラが決めていいよ。ダメ、あんたが決めなさい。
自分のことは自分で決める、そういう約束でしょ。めんどくさいな。じゃあ参加で。はあ、まあいいわ。これで7名だけど、君たちはどうするつもりなのかしら。まあいろいろあるんだろうけど、深く考えなくてもいいんじゃない。一緒に青春の汗でも流していけばすぐ仲良くなれると思うんだけどな。そんなわけないでしょう。帝国には強固な身分制度があり、明らかな搾取の構造がある。その問題を解決しない限り帝国に未来はありません。そんなことは私に言われてもね。ならば話は早い。ユーシス・アルバレア、7組への参加を宣言する。あ、なぜだ。君のような大貴族の子息が平民と同じクラスに入るなんて我慢できないはずだろう。勝手に決めつけるな。アルバレア家からしてみれば、他の貴族も平民も同じようなもの。勘違いした取り巻きにまとわりつかれる心配もないし、むしろ好都合というものだろう。かといって無用に吠える犬をそばに置いておく趣味もない。ならばここで袂を分かつのが互いのためだと思うが、どうだ。誰が君のような傲岸不遜な輩の指図を聞くものか。マキアス・レーグリッツ、とっかくクールボケた特権にしがみつく時代から取り残された貴族風情に、どちらが上か思い知らせてやる。面白い。はあ、先が思いやられるな。そうね、なんだか相当相性が悪いみたいだし。あ、そっちはそっちで大変だね。笑い事じゃないんだが。これで9名全員参加ってことね。それではこの場をもって特化クラス7組の発足を宣言する。この1年ビシバシしごいてあげるから楽しみにしてなさい。やれやれ、まさかここまで異色の顔ぶれが集まるとはの。これはいろいろと大変かもしれんな。確かに。ですがこれも女神の巡り合わせというものでしょう。おお。ひょっとしたら彼らこそが光となるかもしれません。動乱の足音が聞こえる帝国において、対立を乗り越えられる唯一の光に。